안녕하세요. 코츠코츠 다노시무 한국어 히마와리 데스. 미나상 고토바오 벤교스루 다메니와 마즈 모지가 시치요 데스요네. 한국어의 모지요 한글도 이마스. 이마카라 쇼카이스루 한글노 시쿠미와 시인다스 보잉. 시인도 보잉을 1つずつ 紹介していきます。今日は初めての時間なので、ハングル 1773文字の基本になる、子音、中陽字、母音、中字、子音と母音の読む練習をしてみましょう。ハングルの母音は天地人、 自然界を表します。天は丸い太陽、地は平らな大地、人は立っている人。この3つの記号が母音になりました。それでは基本母音十字を読んでみましょう。あ、や、お、よ、お、よ、 う、ゆ、う、い。ここで縦棒に短い棒がついてますが、この短い棒は丸い点を表します。縦棒に丸い点が1つ、縦棒に丸い点が2つ、横棒に丸い点が1つ、横棒に丸い点が2つです。 そしてハングルの文字は辛ダス母音なので、辛の場所に音のない辛丸を添えて書きます。もう一度読みましょう。あ、や、お、よ、う、ゆ、うい。それから皆さんの耳には 同じ発音に聞こえるところがあるでしょう。それで発音を整えてみると、縦棒の4つの文字は口を上に開けて発音します。横棒の4つの文字は唇をしっかり丸めて発音します。次の2つは唇を横に引いて発音します。 もう一度練習しましょう。口を上に開けて発音するおは、お、重荷のお。唇をしっかり丸めて発音するおは、お、おっぱのお。唇をしっかり丸めて発音するうは、う、うりのう。 唇を横に引いて発音するうは、う、うですね。次はシーン中四字です。今のところ皆さんはシーンが読めないので、シーン中四字を 보인 아또 組み合わせて 読んでみましょう. 가, 나, 다, 라, 마, 파, 사, 아, 자, 차, 카, 타, 파, 하. 가, 나, 다, 라, 마, 파, 사, 아, 자, 차, 카, 타, 파, 하. 次は, 아から 이마데, 가から 하마데の中の文字で単語を覚えましょう. 아이, 아이. 여우, 여우,
여유 여유 오이 오이 가다 가다 나라 나라 나 너 나 너 다 더 다 더 바다 바다 아가 아가 사다 사다 사자 사자 자다 자다 차다 차다 타다 타다 파다 파다 하다 하다 하나 하나 오다 오다 나이 나이 자유 자유 차이 차이 이마 이마 이자 이자 最後になりますが、日本の地名も読んでみましょう。東京、大阪、名古屋、神奈川、新潟、四国、福岡、沖縄、여러분수고하셨습니다그럼오늘은여기까지다음시간에또만나요채널 등록부터 이네요잘부탁해요안녕